政府はこの度、東京高検検事長黒川博文氏の定年を閣議決定で延長しました。検察官の定年63歳を定めた検察庁法違反です。それでは、安倍晋三内閣総理大臣は、黒川東京高検検事長を定年延長してまでこの任に当たらせているのか、こういう疑問を持ちますよね、皆さんね。今日の予算委員会の答弁では、例によってなんちゃらなんちゃらいろいろありました。しかしまさしくなんちゃらなんちゃらです。私たち今日本の国で検察が動かなければならない大きな事案は何でしょう。一つはカジノ IR に関わる国会議員の逮捕、中国企業からの賄賂を受け取った国会議員の逮捕、さらにはこれに類する事案、さらには他の国会議員、地方議員、地方の首長、この度逮捕された国会議員以上に多額の賄賂を中国企業から受け取っているとのね、報道もあります。このような国会議員、地方議員、首長の皆さん、首を笑って待っていてください。断じて許すわけにはいきません。さらには、桜を見る会の公職選挙法違反、政治資金規正法違反、安倍晋三のこの違反は明らかです。黒川東京高検検事長はなぜこの捜査を前に進めないのでしょうか。国家の主導者である内閣総理大臣の不正を検事長が見逃しては国家が潰れます。国家が成り立ちません。これはまるでお隣の中国共産党と同じです。国家の不正、権力の不正を取り締まる。これが検察官の仕事です。にもかかわらず、検察官が時の政権に寄り添ってよろしいのでしょうか。断じてなりません。これでは国家が滅びます。皆さん、国家に権力に不正はつきものです。時にはね、やむを得ないなというところもありますよ。たまにはね、こういう言い方するとまた怒られるかもしれませんがね、しかしこの安倍晋三内閣総理大臣の不正は明らかです。もしこの問題が、この事案が不正でないというのであれば、この5年、10年、15年、20年、この間にね、さまざまな公職選挙法違反や政治資金規正法違反ありました。これらは全部無罪になってしまいますよ。これでは国家が成り立ちません。この度の黒川博夢東京高検検事長の定年延長については、断じて許してはなりません。明らかに検察庁法違反です。検察庁、この検察庁法には必要に応じてね、法をもって法律を定めて延長することができるようになっています。もしここで重大な事案があって、どうしても延長しなきゃいけないんだ、黒川知れなきゃどうしてもダメなんだと、であるならば堂々と法に基づいて前に進めればいいじゃないですか。安倍内閣晋三、安倍政権、これは何でしょう、皆さん。閣議決定などという、これでちょろちょろ法律を都合よくひっくり返し、前に進めたのでは、例えは悪いけど、お隣の半島や大陸と同じじゃないですか、皆さん。内閣総辞職、内閣総辞職を求めましょう。